こんにちは、高橋優です。子供を産んで3週間が経ちました。そして退院して2週間が経ちました。気づきかと思うんですけど、引っ越しました。気づかへんか何気に引っ越しまして、本当に新生活が始まっております。慣れない日々を過ごしてるんですけど、2週間経って徐々にこう慣れてきたっていうのと、余裕が少し持てるようになってきたので、今回はそんな最近のモーニングルーティーンをお見せできればいいなと思っています。今お母さんが来てくれてるんで結構まったりとしているんですけど、ぜひ楽しんでいってください。それではどうぞ。おはようくん。おはよう。まず朝起きて必ずベジパワープラスという青汁を飲みます。これは栄養素がすごくたくさん詰まっていて、葉酸も入っているので妊娠中から飲んでいました。いつもヒロ君と一気飲みします。そしてヒロ君はトレーニングへ行きました。いってらっしゃい。お母さんにも協力してもらって、善をあやしてもらっています。お母さんめちゃめちゃデレデレで、いつも善のこと抱っこしたがるし、私が見とく見とくっていう風にすごい積極的に見てくれてるので、めちゃくちゃ助かってます。お母さんが来てくれているので、お母さんに善を見てもらっている間に朝のスキンケア、洗顔をします。お母さんが見てくれているとゆっくりスキンケアできるので、とてもありがたいです。朝のスキンケアはルームツアーでも紹介した酵素パウダーで洗顔をして、化粧水、美容液、乳液をしています。乳液の時に顔をマッサージしてむくみを取ります。朝ごはんもお母さんに甘えてお母さんに作ってもらっているので、私はコーヒーを入れる担当になります。お母さんは普通のホットコーヒー、私はまだ授乳中なのでカフェインレスのホットコーヒーを飲みます。
今日の朝ごはんはトーストと目玉焼きです。食パンは引っ越し先の近くにある美味しいパン屋さんの食パン、目玉焼きは平飼いの卵を使うようにしています。今日ヒロくんがいないので野菜が特にないんですけど、ヒロくんがいたら野菜とかも取るようにしています。牛乳がめちゃくちゃ美味しくてお取り寄せしている北海道の無殺菌牛乳です。本当に美味しい。朝ごはんができました。いただきます。朝ごはんを食べ終わるタイミングで前がぐずり始めたので授乳をします。授乳ケープはまだまだ使い慣れなくてめちゃめちゃ苦戦中です。そして授乳が終わったらゲップをします。前が寝たのでゆっくりまったりテレビタイムです。こうやってまったりできるのもお母さんがいてくれてるからやな。ほんまにありがとう。もうずっと抱っこしときたいです。前かわいい親バカです。前が寝ている間に簡単なベースメイクをしちゃいます。基本もう家からは出ないのでもう本当にナチュラルなメイクです。日焼け止めとベースの肌作り、コンシーラー、チーク、眉毛のみです。子供が生まれてからやっぱり寝不足が続いたりホルモンバランスも整ってなかったりでちょっとこうかさつく感じがします。でもやっぱり最大のデトックスができたからか新しい出来物とかはできなくなりました。洗濯物も畳んじゃいます。短肌着とコンビ肌着を重ねて畳むことが多いです。そうすると後で着せる時にすごく楽です。あとは時間さえあれば前とイチャイチャ戯れます。
善はもう9割9分ヒロ君にっていう風に言われてるんですけど、少しずつ私にも似てきたかなって思ってます。目が特に私に似てきたかな。でもやっぱりヒロ君、輪郭も表情の作り方もヒロ君にそっくりです。かわいい、肌がもちもち。というわけで今回はモーニングルーティーンをご紹介しました。いかがでしたか？今お母さんが来てくれてるんで、かなりあのまったりしたモーニングを過ごさせてもらってるんですけど、実は今日お母さんが帰っちゃいます。なので本当のドタバタな日々はこれから。頑張ります。ママの皆さん頑張りましょう。頑張る姿を見ておいてください。でその頑張る姿、ドタバタな日々もまたルーティン形式とかでお届けできたらいいなと思ってるんで、そちらも楽しみにしておいてください。ほんで今日はヒロくんがトレーニングに行っちゃっていなかったんですけど、ヒロくんがいるバージョンもお届けできたらいいなと思ってるんで、そちらも楽しみにしておいてください。もし私のモーニングルーティーンの動画良かったなと思っていただけた場合は、チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。そしてブログ、インスタグラム、ツイッターもやってるんで、そちらも概要欄の方からぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。